早期対策スクール SLC が送る素例文法。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ正解は、まあ、A か B ですよね。じゃあ C とか D とかはなぜダメなのか。このあたりであの構文が出来上がってますよね。ということで選択肢の A からいきますが、下をご覧ください。こういう表現見たことありますよね。うんたらかんたらする前にはあまり長くない。そうです、時間があまりかからないということからすぐに。そして選択肢の B、 それに関する表現がこれ。これも有名ですね。 A して初めて B する。でもちろん正解と言われたら B ですね。ということで本日はこの構文、ほとんどの方がご存知かと思いますが、一部の方が一瞬で判断できない、そういう状況も踏まえて本日この問題を採用いたしました。大半の方がご存知かと思いますので再確認をお願いいたします。であとは意味内容を確認いたしますので文頭をご覧ください。メアリーをお見舞いして初めて彼女がどれほど病気なのかを知った。そんな感じでよろしいかと思います。では画面を書き換えますね。さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。であとは画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で丸1番から丸2番、そこに貼る語句をスラスラ言えるよう活用させていただけます幸いです。ということでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。